皆さんこんにちは。報徳学院学習部の室俊です。中学1年生の数学1日5問問題練習の第19日目です。では問題を見ていきましょう。括弧1、絶対値が2以上5以下の整数をすべて書きましょう。こういう問題ですね。2以上ということは2は含むんですね。で、5以下ということは5も含むんですね。つまり絶対値が2345になる数、これを書きましょうという意味ですね。負の方から書くとマイナス2マイナス3マイナス4マイナス5がありますね。そして正の数はプラス2プラス3プラス4プラス5、このような数がこの問題の答えになります。括弧2番、次の計算をしましょう。丸1、プラス2足すプラス4、正の数同士の足し算ですから、正の符号プラスを書いて数字絶対値を足し算しましたね。2足す4は6ですから答えはプラス6、こうなります。丸2、マイナス8足すマイナス5、負の数同士の足し算ですね。この場合も共通の符号マイナスをつけて絶対値を足し算した。8足す5、13ですから答えマイナス13、こうなります。丸3番、プラス6足すプラス3、共通の符号をプラスをつけて絶対値6足す3をします。ですから答えはプラス9になりますね。丸4番、マイナス9足すマイナス6、負の数同士の足し算ですから共通の符号マイナスをつけて9足す6、15ですから答えマイナス15と、こうなるわけですね。括弧3、次の計算をしましょう。丸1、マイナス5分の2足すプラス5分の3、負の数と正の数の足し算です。この時には絶対値を見て絶対値の大きい方の符号を答えにつけました。絶対値が大きいのは5分の3ですから5分の3についているプラスの符号をつけて絶対値を引き算します。5分の3引く5分の2をすると5分の1ですから答えはプラス5分の1、こうなります。丸2、マイナス 4.8 足すプラス 6.9、 負の数と正の数の足し算ですね。絶対値を見て大きい方の符号を答えにつきます。絶対値が大きいのは 6.9 ですからプラスの符号が答えについて絶対値は引き算です。 6.9 引く 4.8 をすると 2.1 なのでプラス 2.1 がこの答えです。丸3番、マイナス25足すプラス16、負の数と正の数の足し算、絶対値を見て大きい方の符号を答えにつけます。絶対値が大きいのは25ですから25についているマイナスの符号を答えにつけて絶対値は引き算、25-16ですから9、答えはマイナス9になりますね。丸4番、マイナス3足すプラス7、負の数と正の数の足し算です。絶対値が大きいのは7の方ですから7についているプラスの符号をつけて絶対値数字を引き算し、7-3で4ですから答えプラス4になりますね。括弧4番です。次の計算をしましょう。丸1、マイナス3足すプラス6足すマイナス5、式の順番を変えてマイナス3足すマイナ
スの数を前に持ってきてマイナス5足すプラス6、こういう順番にします。前の部分、負の数同士の足し算をしますね。マイナス3足すマイナス5は負の符号をつけて絶対値足し算、3足す5ですから8ですね。マイナス8足すプラス6とこうなりました。負の数と正の数の足し算です。ここでは絶対値が大きいのは8の方ですから、8についている符号が答えについてマイナス、そして絶対値は引き算、8引く6で2ですから答えはマイナス2、このようになるんですね。括弧5番、新しい学習です。次の計算をしましょう。丸1、マイナス8引くマイナス3、正の数、負の数の引き算です。引き算の場合はこれを足し算に直して計算します。どういうことかというと、マイナス8、ここの引き算の部分ですね、ここの部分を足すに変えると後ろの数、ここの部分が逆の符号になります。マイナスの場合は足すに変わってプラス3と、マイナス8足すプラス3と、このようになるんですね。こうなると今までの場合と同じです。負の数と正の数の足し算、ね、絶対値の大きい方の符号が答えの前について、ですから8の方ですからマイナス符号がつけて、絶対値は引き算、8引く3をすると5ですから答えはマイナス5、このようになるんですね。丸2番、プラス3引くプラス2、この部分を足し算に直します。プラス3足すになるとここの部分の符号が逆になります。プラスの符号がマイナスになってマイナス2と、こうなるんですね。とプラス3足すマイナス2、絶対値を見ると3の方が大きいので、3の方についているプラスの符号を前につけて絶対値は引き算、3引く2となって1ですから答えはプラス1、こう計算するわけです。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。